今週の心に光をはホノルルキリスト教会の関俊二先生です。関先生が今日は素敵なお客様も一緒にこのスタジオにお越しいただきました。関先生こんにちは。こんにちは。いきなり音楽からスタートしました。はい、はい、いきなりゴスペルの定番ですね。はい、オーハッピーデイ。私たちが歌っていると言いたいところなんですけども、はい、それではないんですが、はい、では明日、はい、明日これ歌います。いよいよですね。はい、はい、チャリティーゴスペルコンサート、まずご案内を先にいたしますね。はい、チャリティーゴスペルコンサート明日土曜日、アロハタワーステージ、はい、そして時間は6時から、はい、持たれます。はい、オーハッピーデーをはじめゴスペルを歌いますので、そして、そこで現金を募って、はい、それは全部ホノルル教会を通して日本の赤十字に送られる予定になっています。このですね、素晴らしいイベントのきっかけを作ってくれたのが、はいはい、今日スタジオに来てくださっているココさんなんです。はい、ココさん、ココさん、はい、はい、はじめまして。はじめまして、ピアニストのココと申します。よろしくお願いします。はい、ココさんは、ハワイとは正反対の寒い寒いニューヨークにずっとおられたんですけども、最近、ハワイに来られましたけど、はい、早速ですが、なぜハワイに来られたんでしょうか。ですね、まあ、ニューヨークでは、10年ちょっと、住んでまして、で、ゴスペルのピアニストとして、ジャマイカ・クイーンズにある教会で弾いてたんですけれども、フィアンセと、まあ、ハワイで会いまして、で、ハワイに引っ越してきました。はい、ということで、はい、先週の土曜日にね、はい、結婚されているんです。まだほやほやですね。はい、湯気が出ていますね。はい、おめでとうございます。そんなことでハワイに、ね、来てくださって素敵な出会いが与えられたんですけども、今回ハワイラブズジャパンという、はい、そのタイトルでこのチャリティーコンサートが持たれるんですけども、これをきっかけを作ってくれて、はい、またこう全プロデュースしてくれたのが実はココさんなんですね。そうなんですね。はい、はいはい、でも来てハワイに来てすぐにこれだけのイベントをやってしまうという行動力に驚いているんですけども、すごいですね。そもそも、まあ、どんなきっかけでね、はい、そのハワイラブジャパンにこう導かれたのか、そのあたりのことをちょっとお話を聞いてみたいと思います。はい、このハワイラブジャパンを行うことになったのはですね、アロハタワーを、歩いている時に、ピアノの音色に導かれ、翌日の夜神様にお祈りをしている時に、アロハタワーでチャリティーコンサートをやりなさいと私は神様からのメッセージを受け取ったんですね。うん、でそしてきっとハワイ在住の日本人の皆さんが愛する祖国日本の惨状に心を痛めているのではないか、こういう時こそみんなで結束して何かできないかと思ったんです。うん、その神様の御声が聞こえるってのは不思議なことですよね。ね、そこでやっぱり、まあ、これが神様からのメッセージだっていう、うん、そこから始まったわけですね。そうです。はい、はい、それで、私たちは虹組という、はい、日本語によるゴスペルコワイアを持って活動しているんですけども、で、どういうきっかけでまた虹組のディレクターは、はい、ヨッシーさんというんですけども、はい、そのまた出会いがあったわけですね。そうですね、ヨッシーさんとは、もともとミクシーで、ソーシャルネットワークで、ずっと、長い間、結構もう1年以上も知ってたんですけれども、ゴスペルつながりで、ゴスペルつながりで、はい、はい、それで、たまたま、ハワイに来て、このコンサートに虹組ゴスペルクワイアも一緒に参加してもらったらどんなに素敵かなと思って、ヨッシーさんに連絡を取ったわけですね。なるほど。虹組はね、はい、まだね、最初の話を聞いた時にね、ちょっと舞台が大きすぎるんじゃないかとか私思ったんですけど、でもじゃあいざやってみようってやり始めたら、たくさんこう人が集まってきましたか。集まり始めて、はい、でってこの間もリハーサルで練習してたら、これ本当に虹組かいなっていう虹組を歌ってても、すごいじゃないですか。自分で言うのはあれですけど、はい、あ、そうですか。自分で驚くぐらいすごいじゃないですか。へえ、今回もちろんココさんピアノをしてくださって、はい、あとヨッシーが行っている教会、黒人の方がたくさん集まっている教会がワイパーズマリアあるんですね。はい、そこからシンガーの方たちがこう協力してくださって、
リードしてくださったり、ソロとかデュエットもあったりして、かなり素晴らしいコンサートになるんじゃないかと思っております。そうですね。それではこのハワイラブジャパンを通して、はい、日本へのいろんな思いがあると思うんですけども、ここでも義援金を集めたりするんですけども、そのあたりのことをちょっとお願いできますか。はい、そうですね、私は今回のこのハワイラブジャパンのチャリティーコンサートを、皆さんに参加していただきたいと思っているんですね。というのは、やっぱり私と同じ思いで、皆さん、私も何かしたいと今きっと思っていると思うんですね。そこで、皆さんにお願いがあるんですけれども、何が起こるか分からない、そんな世の中ですから、私たちと一緒に今私たちができることを一緒にしませんか。今回のコンサートすることにあたって、私たち自身が得ても気づかされたことたくさんありました。中でも、きっと皆さんが共通して感じたことは、今まで生きてきた人生でこんなに自分が愛する日本のために今何かをしなければいけないと思ったことはないんじゃないでしょうか。ですので、募金も大切なんですけれども、今年はこのようにみんなが一つになって愛する日本のために何かをするという気持ちに意味があると思っているんですね。そうですね。こうやって集まって、日本のために集まって賛美をしたり祈ったり、みんなが心を一つにするっていう、そのこと自体にすごく大きな意味がありますよね。はいはいはい、このコンサートはその一つの、ね、きっかけになったら嬉しいですね。はい、20分との出会い、そして佐々木先生との出会いとで、こんなに大きなものびっくりしてた。ちょうど6年、上を向いて歩こうとかね、はい、すき焼きソングとかね、うん、We are the world とかね、はい、結構みんな知ってる曲もあったりして、みんなで一緒に歌えたらいいなと思ったりもしますね。はいはい、もうこれは日本語英語、話す方もう まるっきり関係なく楽しめますからね。はいはいはい、大丈夫ですね。英語の方も全然大丈夫です。はいはい、通訳の方も、通訳もつきますし。あ、そうですか。はい、何かこうメッセージなども入るんですか。はい、私ね、短いお話をさせていただきます。はい、赤は日本の赤を象徴していますか。はい、はいはい、そういったものを着てくればいいわけですね。はい、ああ、なるほど。はい、なくても大丈夫です。今何があったかなっていうのを考えてました。私もこれから赤いシャツを探しに意外とないもんね。そうですよね、男性はね、なかなか赤がね。はい、わ、はい、かりました。そうですね。あと最後に聖書の言葉を皆さんにご紹介したいと思います。はい、詩編というところがありますけれども、詩編の34編、1節、私はあらゆる時に主を褒めたたえる、私の口にはいつも主への賛美がある。喜びの時はね、賛美するのは難しいことじゃないですね。だけどあらゆる時に、いつもどんな時でも私は神様を賛美するって、これはなんていうか感情というか意志ですよね。で、賛美できないようなそんな中に ある時でも、でも私は神様を賛美するんだっていう、これ決断ですね。で、今この時に本当に神を賛美することの意味っていうのは、神様に信頼して、そして神はこの中にもおられる。で、日本は大変な状況、苦しみにある方がたくさんいるけども、でも神様は私たちを見捨ててはいない、必ず回復と癒しをそこに与えてくださる。だから一緒に神様を見上げてね、そして賛美する時を持たせていただきたいなっていうふうに思っています。ココさん、最後に何かありませんか。皆さん、ぜひこのハワイラブジャパンにいらしてください。そして一緒に日本のためを持って賛美していきましょう。一緒に歌ってね、くださったらいいですね。はい、わかりました。ありがとうございました。今週の心に光をは、ホノルルキリスト教会の関真嗣先生に担当していただきました。今日はココさんも一緒に詰めてきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。